福島県、忍部軍の範囲忍部軍は、福島県にあった軍、伊達軍と合わせた地域が、新たちと呼ばれる場合がある。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は、福島市の大部分にあたる。大和朝廷の勢力圏が、東北地方にも及び始めた後から6世紀、福島盆地周辺は、大和朝廷の勢力圏の北限として、 忍国が置かれ、忍国像が置かれた。他の北元の国と同様、武装して、北方警備に当たる任があった。律令制が施行されるまでに国は、表国像は、表紙と名前が変わり、複数の表を合わせて、より大きな範囲で新しい国が設置された。東北地方では、道の区国が成立した。701年に律令制が始まると、 同国軍政が整備され、道の区国市の部標は、東山道道の区国市の部軍となって、表紙は軍事に置き換わった。大和朝廷の勢力圏が北進したために、道の区国は一時的に、岩木国、岩瀬国、道の区国の三国に分国されたが、新しい道の区国の経済力では、北方防備に不十分だったため、すぐに三国は、元の道の区国に戻された。 この文国時、忍文軍は岩瀬国の北東端となった。以後、明治維新後の文国まで一貫して、道の区国だった。なお、当時の福島盆地中心部は、新越であり、現在の福島市北五郎内あたりであったと思われる。当時松川は、忍山の南側を流れていて、松川以北すり上川以南の地名は、新越であり、忍山は、新越山と呼ばれた。 一方、松川の南、杉の目には杉の目大仏が建立された。10世紀初頭、各軍の生産工や人口を均一化して、行政管理を容易にする都合から、全国的に大きな軍の再分化が行われた。この時、忍軍も分割して新たに、伊達軍を設置した。旧忍軍のうち、小倉里、秋里、峰越号、岩栗橋は、新しい忍ぶ軍となり、 岳郷と静戸郷と区は山郷の三郷が新しく、岳郡となった。おおよそ旧忍部郡のうちおおよそ西半分が新しい忍部郡、東半分が岳郡となった。ただし現在福島市になっているすりかみ川え北は岳郡であった。平安時代末期には欧州藤原氏の勢力圏となり、藤原氏一族の忍佐藤氏が、 現在の福島県中通りと合図、山形県南部の大玉地方をほぼ勢力下に収め、忍軍と伊達軍はその本拠地となった。源の頼朝による欧州藤原市征伐の時は、伊達軍国見町の厚菓山を中心に、藤原市の防衛線が張られ、事実上の決戦場となった。この時、北地国伊佐軍を本拠地としていた中村氏が佐藤元春を破った。 源の頼朝が欧州藤原氏を滅ぼした後、忍佐藤氏は滅亡を免れたが、忍武に押し込められ、少量種に転落した。なお、伊達軍は中村氏に与えられ、伊達軍に分家した中村氏はその後伊達氏を名乗るようになった。以後、伊達氏が現在の宮城県、岩手県南部に転保されるまで、忍軍、伊達軍は伊達氏支配となる。なお、 この間に、大森城や、杉の目の大仏城が築城され、中心地域は峰越から杉の目に移っていた。忍ぶ軍、伊達軍を本拠地として、室町時代から規則を伸ばした伊達氏が、最終的に宮城県南部、山形県南部、福島県中通りと合図を支配した。しかし、豊臣秀吉の欧州市沖によって、伊達政宗は、現在の岩手県南部と宮城県に違法され、 代わって、大見武士のガモ氏里が合図に入り、忍ぶ軍、伊達軍も、ガモ氏里領になった。この時、ガモウジ里ト進化の木村義清が、大仏上主となり、地名を福島に改めたという。ガモ氏里の死去後、このガモ秀行は、宇都宮に元宝となり、代わって、越後国から上杉影勝が合図に入り、忍ぶ軍、伊達軍も上杉領となった。 1600年の関ヶ原の戦いでは、給料回復を願う、伊達政宗が進軍し、福島盆地で、上杉軍と伊達軍の戦が繰り広げられたが、上杉軍は伊達軍を撃退した。関ヶ原の戦い後、上杉影勝は、藍津地方、福島県中東り中部を召し上げられ、山形県南部の大玉軍と、忍軍、伊達軍の三軍を領有する。 地方領主に転落した。忍軍は、米沢藩領として、江戸時代を迎える。江戸時代初期、忍軍と伊達軍が、上杉氏米沢藩の所領だったが、上杉綱則家督創造く時に、忍軍と伊達軍は、江戸幕府に召し上げられて一時的に天領となり、次に、本田しの福島藩が置かれる。しかし、本田しもすぐに天保となり、伊達軍には、 松平氏柳川藩が置かれる。本田氏福島藩の時代まで、長年忍軍と伊達軍は一括支配が常であったが、この柳川藩の成立によって、忍軍と伊達軍は一括支配の時代を終えた。忍軍にはその後、堀田氏福島藩が置かれ、さらに、堀田氏が転封されて、板倉氏福島藩が幕末まで存続することになるが、堀田氏福島藩も、 板倉市福島藩も、忍軍一軍支配ではなく、忍軍の一部を領有したに過ぎなかった。忍軍は、福島藩領や天領、多藩飛び地が、村単位で複雑に入り乱れるようになった。一方、江戸幕府は、国内でのキー糸の自給と質の向上を進めて、幕府によるキー糸生産の独占を図ろうと計画し、解雇の育成に適した福島盆地一帯に、養産業を奨励した。 このため、福島盆地は、江戸時代中期には、全国の産種生産校の半分以上を占める、全国屈指の養蚕地帯となった。1773年、伊達郡、忍郡の17村は、営業税を幕府に納め、欧州産種本場の命を得ている。1、福島町2、浜辺村3、飯坂町4、渡里村5、鎌田村6、岡山村7、瀬上村8、 余マル村9、中野村10、平野村11、清水村12、大雑草村13、笹谷村14、庭坂村15、庭塚村16、野田村17、水穂村18。 桜村19、吉板村20、大森村21、平田村22、金谷川村23、杉の目村24、荒井村25、土湯村26、松川村27、水原村自治体の変遷。ありがとうございます。